題は赤い海の生き物といえば何？赤はねちょっとね。やこさん今赤いですね帽子が。あ本当ですね。あでもさ生きてないですね。生き物じゃない。一人ずつ出していきましょう。赤い海の生き物といえば何？せーの、じゃん。エビ。エビ。なるほどなるほど。いやもうエビでし。赤いね。あれ？エビってどうかな？加熱しちゃった？赤いかな。加熱。そうだよね。続きまして2番目やっこさんでお願いします。え、さあ赤い海の生き物といえば何？せーの、じゃーん。カニ。カニ。カニだ。あれ甲殻類。甲殻類。そうだね。合ってる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 。カニはそれは赤ですか？赤ですよ、ね、白くない？色ついてないじゃないですか。色つけなきゃいけないやつです。でもほら赤い生き物。赤い。一応赤いっていう縛りがあるからね。じゃあ続きましてリカちゃん行きましょうか。赤い海の生き物といえば何？せーの、じゃん。ミノカサゴ。待って、ミノカサゴ。おお。ミノカサゴはサンゴ礁とか岩場に生息している毒がある危険なお魚なんだよ。でもお刺身や唐揚げなんかにして食べるととっても美味しいんだよ。最後カホちゃん行きましょうか。赤い海の生き物といえば何？ダンゴウオ。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 お腹に吸盤がついて泳げないから波に流されてくから、うん、あれ吸盤でくっつくの。へー。ダンゴウオは冷たい海に生息している泳ぐのが苦手なちっちゃなお魚なんだよ。色は赤だけじゃなくピンクや黄色、緑などいろいろな仲間がいるんだよ。全員ボロボロになっちゃった。ね、ボロボロになっちゃったね。リカちゃんやカホちゃんのような知識が外側の2人にはないからね。外側って言ったの。今回のお題はいかがでしたか？いやー、ちょっと難しかった。結構難しかった。結構難しかった。次こそマッチングさせよう。次こそ。次こそ。次こそ。ちょっと小鉢ち。はい。よろしく、優しい問題にして次は。任せて。皆さんもぜひチャンネル登録をしてまた私たちと一緒に遊びましょう。ということで、せーの、